いつやったっけ、お前誕生日。いつもお前の誕生日分からへんの。毎年変わんのよ。ちゃうね、ひな祭り5は分かってんねん。で、そこまで後ろじゃない。ひな祭り5からうん。の前後、15、3日間ぐらいの間。3から15の間やどっかに。3から15の間やどっか間やねん。うん、じゃあ1個やね、1個やね。祝ったらええねん、別に。いや、そんなドンピシャじゃない。じゃあ、祝わへんねん。祝わへんねん。その間のうちに祝った。祝わへんのかな。祝わへんやろ。祝わへんやろ。祝えよ。なんでやろ、お前気持ち悪い。昔は祝ってくれたんやけど。あったか、お前そんな。え？なんか、持ってきたよ、お前。何？F1 のおもちゃ。ああ、あったな。F1 のおもちゃ持ってきた。あったあったあった。あれは、ちゃん、事前に電話があったんや。あれ、え？長島さんから。小林来てるよ、って。お前がなんか朝来ててん、俺が夜中働いてる時に。どこに？お前。俺んちに、お前、マジャシン来とったんや、確か。そう。小林来てるよ、って。俺で、前帰りに、あれ、100均寄ってたんや。うん。うん、あ、そうや。誕生日、そうや。誕生日言ってたな、って。うん。なんかこうでこうかって。ボケでな。ボケで、お前 F1 好きやから。おもちゃこう。毎年送ってこいよ、お前。何がじゃ、お前。F1 のおもちゃを。いらんやろ、あんなもん、お前。F1 のおもちゃ。こうったな。お前も昔くれたよな、お前。え？なんかダッサイ灰皿、二十歳の時お前ダッサイ灰皿、お前二十歳の時あれじゃん、あの何、お前の二十歳の誕生日覚えてんだ俺。何がやな、なんか車、あの葉巻買いに行ったやろ。葉巻買いに行ったかな。葉巻買いに行ったよ。お前二十歳だってタバコ吸うよって。せやせや、お前んちの家の角のな、うん、実家の角の自販機で俺タバコ買うてん、入らんと思うてん。え、あこちゃうよ。あこやって、何え、葉巻買いに行ったって。じゃまず俺タバコ買うて。嘘。うん、なんてか、お前んちのほら、あの電話したら持ってくる店あるやん。電話したら持ってくる店って、ね、喫茶店みたいなとこ。お前んちの工場の、あ、未服か、未服か。あっこのとこ自販機あるから定食屋だ。うん、あ、定食屋なんかあっこの自販機俺ハイライト買うたんや。あ、そう、合法や。え、葉巻買いに行かなかったっけ。葉巻も買いに行ったんちゃう。かなおかまで多分買いに行ってんの。多分買うてるわ。行った記憶はない。絶対買うてる。浮かれとったからな、あの時。灰皿なんかあげたっけ。遅れた、お前。嘘。ボタン、20年という年は、みたいな。三つ男みたいな。え、灰皿くれて、お前。どこ行って逃げた、お前、それ。知らん、東京出たわ。あの時、用意してたから。まあ、そう。うん。ある今、家の小銭入れになってる。灰入れろ。灰入れる方がなんかあかん気がするけど。なんか小銭入れろ。不思議やわ。